私感想とかも全然話してないっていう、まあ、それは明日話せるかな。あで明日はゆうなとコラボ配信します。ゆうながちょっと今イベントしてて、そうたくさん配信してるんですよ。だからね、そう一なんか配信ね1回ぐらい、そうコラボ配信したいねみたいな話してて、明日じゃあしようってなったんで明日します。そうみんなやってるの、みんなやってるんだけどね、ピアーズでもやりたいんですけどね。はい、カレンちゃんも、ね、見た、それあやねちゃんとゆうなの見た。はい、そうカレンちゃんともねしたいんだけど、ちょっとカレンちゃんとはそういう話になってなくて。あーそうか、そうだね、うん。あスマパ楽しかった、ありがとう、こちらこそありがとう。スマパ私も楽しかった、すごいね、あのね夏の思い出になりました。うん、けどねあのね感想言う前にね、あのすごくねあのいじってもらったので、あの日はうん、いじってもらったので、そう、そっちの話でね、そこでもいじられるので、ちょっと 何話そうかなって感じなんですけど、まあ、一旦いじられた話は置いといて、それはもうねみんな多分分かってるでしょうよ、分かってるでしょうし、私もね、そう私もその時にこうだったんですよっていう理由を伝えましたし、それはまあ一旦置いときましょう。はい、うん、ゆきりんさんに感謝です。でもその後、まあね、その後あのあれです、僕の打ち上げ花火終わりの位置をゆきりんさんも間違ってました。私は間違ってなかったです。だからもうね、みんな、そうみんな間違うんだから、そうみんな、そうみんな一緒だよ、チャラよ、チャラ、そうその時突っ込めばよかったって思いましたそう思いました。そうでもゆきりんさんに感謝です。なんかあの時本当にそう相手 MC でねいじっていただいて、あのママさん見に来てたんですけど、あの時間はミュの時間だったねって言ってもらったし、なんかすごい感謝です、すごく感謝です。うん、とゆきりんさんとはもっとねなんか仲良くなりたいんですけど、そう私 YouTube も見てるし、そうねえ、ありがとう、ありがとう。うん、でもまたゆきりんさんとはねちゃんと話したいなと思いました。ありがとう。ゆきりんチャンネルには映り込んでますよく、なんか MV 撮影の裏側とかなんかよく映り込んでるんで、探していただいて。
そうね、ご飯とか。でもこのご時世難しいんだよね。そう、ミオさんとも全然ね、行けてないし。やっぱ先輩と話すには、ご飯誘うのが一番だなって私は勝手に思ってる人。はい。前髪ね、美容室行って少し整えてもらったんですよ。そう、あ、でね、でね、それこそサマパの話をもうちょっとすると、なんだろう、今回さ、イベントって感じの発表だったけど、でも実際さ、やってみたら普通にライブだったじゃん。そうだからすごいね、緊張してて、全体的にフルでやる楽曲も多かったですし、そうフルでやる楽曲さ、やった楽曲さ、すごい新鮮だったでしょ。あれすごいフルでできてよかったなって個人的に思ってて。そう、しかもエブリデイカチューサでセンターさせてもらったり、あと、なんだろうな、真夏のサウンズグッドも踊ったことはあったんですけど、ちゃんとなんかポジション、自分のポジションがあって踊ったのは初めてだったんです。全体で16人プラス大勢の方はやったことあったんですけど、16人の方はやったことなくて、でもね、すごく振りが可愛いからできてよかった。そう、あとコンサート系だったからやっぱ緊張しちゃったし、コンサートぐらいのボリュームで。そうね、あんまみんなでも合わされてなくてね、すごいテンパった、正直すごいテンパってて、そうやっちゃったってところもたくさんあるんですけど、なんかそう、そこもね、癖になるような動画にまとめてくれる人もいたし よかったかなと思ってます。もう、思い出。あそこ、新曲の「ネモハモルーマー」の5人で踊ってるところあるじゃん。ポニーテールにシュッシュ、チャンチャンチャン。だってあの頃はまだってところがあるんですけど、そこで2ポーズするので、その2ポーズは何でもいいんですけど、今回はなんか MX にしようって話になってたんですよ、ゆりさんとズキと私の3人で。今回は MX をしてみようみたいな。で、私 X ってしちゃったの そう、M しにくいんや、もう。そう、その次 M すればよかったんですけど、そう焦ってもう X になって、両方 XX になって、じゃんちゃちゃちゃーって感じ そう、そうなんですよ、そういうこともありました。テンパってもう、なんだっけ、ヘクスってやっちゃって、そう M がどっか行ったっていう。でもそういうのもライブの良さかなって。あと久しぶりのライブでめっちゃ汗かきながらやったのがすごく楽しかった。もう汗だらだらで前髪なんかどっか行っちゃって、でメイクさんに見てもらうけど、もうメイクさんも汗びしょびしょすぎて、そう、もうめっちゃ受けてくれて、ひとちゃんは前髪なくても大丈夫だからってやってくれて、じゃあこれでいってきますみたいな。そう、オープニング
からね、めちゃめちゃ一瞬でほんと前髪なくなったもん。前髪ね、一回も私乾かしてないです。もう諦めてました 諦めておりました。お台にキス？え、どういうこと？写真？してないですよ私。あ、あれか、写真的に重なってるからそう見えるってことか。違うんですよ、普通に歌詞がね、なんだっけ、白熱灯の下ではしゃぐ君を、そばにいた彼が抱いたねって歌詞なんですよ。だからそれで、その時の歌詞にちょうど横にいたから、そう、肩を抱いたんです。そう、そういう歌詞だったので。覚えてるよ。だってそう、あ、ちょうどいいと思って捕まえました。うん、抱いただけです。ええー、そうなんや。5回5回。だから今日は僕の打ち上げ花火あるよね。それ歌おうかなって思ってます。ちょっと探すだけ探してみるね。え、ないかな。AKB から探してみよう。かさたな。はあ。あ、ないな。ないな。ね、歌いたかった。ね、なかったです。え、でもめちゃめちゃほんといい瀬取りだったよね。私も大好きです。あ、永遠より続くようにあり。じゃあそれ歌いたいと思います。ありました。でもね、なんか違いました、名前が。 AKB じゃなかった。 OKL みたいな。え、お、OKL。 あ、おかれもんか。 OKL48 やった。じゃあ歌いたいと思います。それでは聴いてください。永遠より続くように。たどり着いた夢物語より大切なもの。
人の気持ちは一つじゃなくて絡み合ういくつもの想い変わる変わり続ける。今現在感じるこの気持ちさえ明日になれば微妙に揺れ動き始めてかも。だから今が全てなのさ、永遠の一瞬の気持ちだよ。ありふれた毎日が今の僕の全てなのさ。何気なく流れてゆく日々が最高のプレゼント。この気持ちもいつの日か吐き消されてしまうの。けれど紛れなく今のこの僕が感じてる今日この頃さ。2番新鮮、初めて歌った、初めて聞いたし ありふれた毎日が今の僕の宝物さ。穏やかに流れてゆく日々が幸せ。星に願いを込めるよ、いつまでも流れゆくまま。ね、なんかさ、毎日ショールームしてるじゃん。なんかそれにも重なる曲ですね。ありがとうミラーボール、いい曲。はい、じゃあランキング発表いきたいと思います。登壇してる方から読ませていただきます。順位変わっちゃった。はい、13位がピールケイちゃん、13位おめでとうございます。そして12位がケンさん、12位おめでとうございます。そして11位がホアンさん、11位おめでとうございます。そして10位が山ちゃん、10位おめでとうございます。そして9位がヌーコッパ、9位おめでとうございます。そして8位がフロフミさん、8位おめでとうございます。そして7位が千尋さん、7位おめでとうございます。そして6位がタカさん、6位おめでとうございます。そして5位が室長さん、5位おめでとうございます。そして4位がミッチーさん、4位おめでとうございます。そして3位がリムさん、3位おめでとうございます。そして2位がケンちゃん、2位おめでとうございます。そして1位が科学先生、1位おめでとうございます。はい、じゃあ14位から読んでいきます。魚さん、ピーシアさん、ウィンパディさん、シマヤンさん、ザゼロさん、カラダニピースさん、ヒヨパンさん、ヨンゴンニ、クリフォンさん、和田さん、トットシー、パラングスさん、ポングポングさん、ケイハッピー11さん、クックさん、アスランヒデちゃん、ヒロさん、ジャリングさん、テオネオさん、XD さん、フィンドポービーさん、クリちゃん、ココアンに、ホタルミユさん、アイラブユーさん、ユーユーさん、ミキトさん、鉄道好きコナンさん、フッちゃん、ケンシンさん、マイさん、ゴールド888さん、クラウドキューティーンさん、マッさん、フロストさん、ワッフルさん、ヘギョンに、ローソンおじさん、メタルピーチさん、リッキーさん、ガッチャン、コウさん、上を向いて福丸さん、うなとりみゅうどんさん、加藤 BB さん、いつもし、ラブリーさん、ねちゃんたいさん、ひでじろさん、チョンジャシ、ミャオーネーズさん、太郎さん、ROD さん、シルバーさん、しんちゃん、ピックさん、みずっちさん、ケロケロさん、ギガルさん、なーちゃん、なーさん、KYS さん、インニンさん、セミさん、レンくん、ウジナッチし、ちょっとん、ちょっとんかん、指し、一世紀せんべいさん、ピロシキさん、ホーリーさん、コマさん、ヒロシさん、マックスさん、山川さん、ロゴさん、道弘さん、
情報技術犬さん、ハスキーさん、しげやんさん、 PW さん、はるかわさん、タッキーさん、パズーさん、イーグルイーグルさん、オニオンさん、ソソさん、ポンさん、ハドングリスさん、はい、皆さんありがとう。登壇100位以内に入ってない皆さんも見てくださって本当にありがとうございます。じゃあスクショタイムするね。いきます。はい、チーズ。うん、ありがとうございます。そうね、今日サイン会で名前書かせてもらった方とかもたくさんいて嬉しいな。サイン会、そう、来れなかったけど、お話し会行くよって方楽しみに待ってます。あとまたインターネットサイン会とかあったら私はまたしたいなと思ったんですけど、そう、うん、でもいろんな意見の人がいるから、そう、気になる方はぜひ次の機会あったらね、まあ、また今回見れなかった方はね、次あるか分かんないしね。そう、まあ、今日も本当にありがとうございました。はい、あとまだ話せてないこととかあるから、明日はコラボ配信だから、まあいろいろ話すとし、ゆうなと話すこと話すとして、多分あさってぐらいからね、最近のこと話せたらなと思います。じゃあ皆さん、おやすみなさい。チャジャイオーラタリサードカウンが、あ、ポーズ忘れてた。ありがとう。忘れるんだよね、最近。何がいいかな、何がいいと思う、ポーズ。うん、チーズ。はい、チーズ。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ皆さんおやすみなさい。チェジェウラテリソードカオンガン、おやすみなさい。またまたね。そう、ジャケットはね、多分うちのやつです。またね、おやすみなさい。また明日、また明日の時間はまたお知らせします。はい。